配線をねやっぱりしっかりしてないと二次災害というか違うトラブルにつながったりとかっていうのもあって、これちょっとどうなってるかよく分からへんわみたいな、メカニックさんも困る。電源取ってる線がもう6組ぐらい今こうついてる、その線一本一本に印というかこう書いてですね、この線はどれの電源の線やっていうのを分かるようにつけてます。はちはち松本チャンネル、よいしょー、はい、ということで、はい、長谷川さんこんにちは。はい、こんにちは。今回も頑張って張り切っていきましょう。頑張りましょう、ね、はい、はい、今回はですね、うん、いつもねメカ長谷川さんが、リギングとかねいろいろ作業をしていただいております、細かいところまで、はい、そのね細かいところを、私諸富がレポートしていこうじゃないかという企画でございます。はい、はい、で僕もねいろんなそのなんていうんですか、まあ、自分でやってた時もあったし、うん、まあ、いろんな業者にね頼んだりした時もあったんですけど、そのよくね言われたのはなんていうかな、その時はねよくてもやっぱり次じゃあ例えば魚探増設しよう、何かトラブった、時に配線をねやっぱりしっかりしてないと、うん、そう二次災害というか違うトラブルにつながったりとかっていうのもあって、これちょっとどうなってるかよう分からへんわみたいな感じで、うーん、そのメカニックさんも困るみたいな、経験も何度かしてるので、はい、今回はそのメカ長谷川のこだわりっていうところもちょっと、見させていただきながら、まあ、僕もちょっと突っ込んでね聞いていくと思うんですけど、はい、その辺を見ていきたいなというふうに思いますんで、メカ長谷川さん今日よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、長谷川さん、はい、ということでこれから作業に取り掛かっていただくんですけども、はい、まあフロントからですかね、うん、そうですね、はい、ちょっとまあ船はねこれ、一応トライトンになるんですけど、まあ、88バスボードの中低会員の方のトライトンです、船はね。はい、で、まあ配線関係ですよね、やっぱり。そうですね、うん、まあ、ライブスコープはじめ、うん、この方は、前に3台ぐらいついてるんかな。そうですね、3台ついてますね、はい、はい、で、まあ、ライブスコープつけたりとか、あと、まあ、パースペクティブとかねしてるんで、配線がまあ半端ないと思うんですよ、うん、で、まあ、前と後ろリンクするケーブルもあったりとかすると思うんで、うん、まあ、この辺を分かりやすくするって、まあ、結構ある意味大変なのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、そうですね、うん、どんな感じでやってるんですかね。うん、結局いっぱいついてると、はい、線ってみんな同じなんですよね、はい、うん、なのでわっとこう集合であると、うん、どれがどれの線かわからない、わからへん、はい、本当わからへん、まあ、メーカーによって形が違ってたりするんで、はい、その辺ではわかるかもしれないですけど、うん、結局こう線がいっぱい入り乱れたりとか、特に電源の線なんかね、赤と黒っていや分からへん なってるし、はい、だからその辺が全然わかんないんで、うん、まあ、誰が見てもってことじゃないかもしれないですけど、はい、まあ、分かる人が見たら、うん、あ、これがこれなのね、あれがそれなのねっていうのが見てもらったら分かるようにすることを心がけながら作業は日々やっております。そういうことですね。これをやってるだけでもね、例えば何かトラブルになりました、はい、あの線がどれやって探す時とかにその辺がパッと見て、あ、これここやなって分かれば、はい、だいぶ時短にもなると思うんで。そういうことですね、はい、いや、ちょっとそれ見ていきましょう、はい、ね、まずこのマイカー電源なんですけど、電源取ってる線がもう6組ぐらい今こうついてるんですね今、はい、なんでもうそれだけでも分かんないです。ですよね、どれがどの線か、うん、なので、その線一本一本に、まあ、プラス側だけですけど、はい、例えば、これガーミンの102ですけど、はい、102の左とか102の右とか、あ、そういう風にしてんねや、うん、はい、いう印というかを書いてですね、この線はどれの電源の線やっていうのを分かるようにつけてます。うーん、はい、と同じように NMEA のネットワークの線もみんな一緒なんで、はい、これも分かりにくいんですよね。これも同じような感じでね、テープ貼って、ゴースト用にもなるしローランス用にもなるもっていうのも分かるようにしてますし、はい、で、強いては場合によってはね、ガーミンも同じシステム使ってるんで、それにもつながってることもあるので、これね、まあまあ、あの後でね、インサートでちょっと抜いてもらいたいんですけど、
めっちゃ細かく書いてるからね、ゴーストとかってね書いてたりとか、ほらここことかに HDS ライブ、ははこういう風にしてるんですね。それ見たら、あこれそこに行ってんのねっていうの分かるじゃないですか。間違いないです、はい、はい、でほら、まあ、僕たちやったら調子悪かったりしたらね、まあ、パパッとあの古城で開けれる分には開けて、あのまあコネクター例えばつなぎ直したりとか、まあそれぐらいの程度だったらね、あの古城でもまあできるので、そうやってしてくれてたらまあありがたいですよね。極力ねアクセスしやすい場所っていうのを意識して、あなるほどね、こう、うん、要はまあビスタがパカッと開けたらすぐその場でしっかりこうね、はい、作業できるようにのポジションに持ってきておいてってことですね。何かトラブルあった時にはすぐに分かるようになってると。そうですね、ありがたいね、はい、これは。はい、そんな感じですね。後ろ見させてください、後ろ。はい、マイカーの電源とかを見てもらいましたけど、今度はそのライブスコープとか、ついがたくさんつき始めてきてるので、ブラックボックスとかもすごく多くなってきてるんですよね。同じブラックボックスがついてるんで、どのブラックボックスがどれのやつなのか、どこの配線がどこに行ってんのかっていうのがちょっと分かるようにですね、ちょっとあのテープ貼りながら、つけてあります。いやでもすごいですねこれ、もうね壁側面をこう這うようにすごい、何台でねこれ 1,2,3,4,5 個は、今回つけてます。いやほんまに後で金抜き見てもらいたいんですけど、これパースペクティブ、フォワードとかすごい、これちゃんとこれそうテプラでね、テプラね、はい、テプラ言ってますね、102SV 右とか左、パースペクティブフォワード 122SV とかすごいね。でまあここのねストレージって、まあ、よくまあ僕たちっていうか皆さん工程備品とかね、うん、あのライフジャケットとか、うん、まあ浮き輪とかそういったものを入れるところなんですけど、ここのこの側面にしっかり配線してもらってるから、ほらスペースがそんなに邪魔することなく、ね、いっぱいね、スペースも取れるということまで考えていただいてます。めっちゃ綺麗じゃないですかそっちの方も。まあ見た目もね綺麗な方がお客さんもねいいと思いますし、うんすね、はい、長谷川さんで血液型何型ですか？O です。O 型ですってそこ O 型なんや、うん、そうなんです、そこ O 型、 なるほど、まあ、あんま関係ないかもしれない僕ちなみに B 型です。皆さんよろしくお願いします。はい、そんなとこですかね、はい、そんな感じですね。いや後でちょっと見てください、めちゃくちゃ綺麗やから。はい、はい、あのメカ長谷川の細かい仕事っぷりがここで垣間見れました。いい、はい、長谷川さん、はい、まあ、バッテリーのストレージですね、はい、入ってる。そうです。いや綺麗にされてますね。あんだけね、いろいろいっぱいブラックボックスとかもついてたんで、はい、電気はやっぱり食うんですよね。食いますね、うん、だからもう今までの鉛のバッテリーではもう全然無理なんで、はい、リチウムのバッテリーをこれ組んでる感じになります。はい、リチウムのバッテリーこれ3発、うん、1個はエレキを、はい、あ、そうかそうかそうか、うん、1個はまあ36ボートのエレキ用で、もう2つが魚探用になってます。魚探用、はい、ってことですね、うん、ははただね、まあ、魚探用でバッテリーの容量を大きくします、うん、大きくしましたらもう大丈夫ですよってことじゃなくて、はい、そんだけいっぱいつけてるんで、うん、電気が流れる量も多いわけですよね。ですよね。なので配線にしても、はい、あんまり細い線を使うと、うん、結局電流が流れる量が少なくなるので、うん、一気に集中した時に、はい、なんか切れる電源落ちるとか、電源落ちるとか、なんかちょっとなんか違うトラブルが出てくる可能性があるので、低電圧になったりとかすることもあるんですか？まあ、あります。あります。はい、ああなるほど。まあ、そういったところもあれですね。やっぱりあの知った人にやってもらわないと怖いというか、そうですね、心配になるところですよね。うん、だからエンジンのバッテリーをすごく容量大きいのにして、もともと通ってる純正の線で電源を取ってるってなると、はいはい、まあ、これぐらいついてるともう無理です。あ、そういうことですよね、うん、で、あのバッテリーの問題だけじゃなくて配線の問題で電圧降下してしまって、はい、まあ、なのでちょっとその辺のところも気使ってですね、やってますね。いや皆さんあの、はい、ね、冒頭お持ちの方は今一度ご確認のほどよろしくお願いします。はい、いやでも綺麗にしてるわ。はい、一応、うん、あれですわ、マイカーから、はい、ま、電源の線がビューッと来て、はい、運転席来て、運転席で運転席から、ここのブレ一応ブレーカーのスイッチつけてるんですけど、はい、
これ魚探電源って書いてありますよね。ここまで来てこっからバッテリーに出る。なるほど、はい、そんな感じでつけてありますね。そういうことですね、はい、いや綺麗にしてて、あとなんかメガ長谷川のこだわり的なところあります？ここちょっと俺こだわってるよ、他の人ってなかなか気づかなっちゃいますみたいな。まあ近くにあるやつで言うと、はい、ここにあのポイント1、あポイント1アンテナあのアンテナね、つけてあるんですけど、まあ琵琶湖の人はねポイント1みんな好きというか、うん、まあよりね精度を出すために特に沖でのピンスポットを狙うプロの人、うん、一般の人を問わずですねポイント1を、まあ、ほぼほぼつけてんじゃんかなみんな。そうですね、うん、あの決してね、故障が多いとかそういうわけじゃないんやけど、はいはい、これから出てる線を、わざと見えるところにつけてあるんですよ、うん、どこ？ね、これあこれね、はい、ポイント1の、いわゆる、まあ、コネクタがここにすぐ来ると、要は、何かちょっとあれポイント1のちょっと調子悪いというか疲労アンクだったぞとかちょっとなんか受信のあれが悪いなと思ったらすぐストレージ開けて、例えばこれコネクタを1回抜いてみよう入れてみようとしたら正常になったりとか、そうそうそうとか、そうそう、まあ、あのこっからこっちまで行ってる線が悪いのかこれが悪いのか、なるほど、あのアンテナが悪いのかね、その辺を区別というか判断するときとかに、うん、簡単に取れるところにあると、はい、それを確認しやすいですよね。なるほどね、うん、で逆にこの運転席のコンソールの前側のその下側に、はい、いっぱいあの集合でついてるんですけど、うん、はい、それも、ある程度ちょっと触れる簡単に触れるところにあると、はい、あこれはあ違うなとかっていうのを確認しながらやりやすいんで、はい、どうしても奥の方に入ってるとかしてると、ね、いやいや本当にどうしてもねきついし、場合によってはねもう線がピチピチで、はい、抜いてももう動かせられないみたいな、うわうわうわ最悪じゃないですかそれ、それつらい、中に入ってて引き出せないとかね、うん、そういうのがあるとちょっとしんどいんでですよね。でタイラップ自分で一回切ってもうでね、うん、とかねやってるとなんで、できるだけもう線自体にも余裕を持たせてね、はい、やるようには心がけてますんで、はいはい、いやすごいこういったところもメーカー長谷川のこだわりが垣間見れましたね。本当にこうパッて見ただけでもね、こう配線裸じゃなくてしっかりこう、カバーしてたりとかっていうのも、まあね、その辺は見栄えですけどね、なるほどね、まあ、うん、まあ、なんかその方が綺麗かなと思ってやってますね、うん、ね、はい、いや、 やっぱりすごいね、やっぱりこの88バスボートを今仕切ってるメガニック、いえいえ、ね、メガ長谷川、まあ、血液型が O 型ってことを今日判明しましたけど、結構大雑把なんですか？大雑把でもないですよね、なんかね、うん、どうなんよね、他の私生活は大雑把かもしれないですね。あ、かもかも、部屋は汚いですね、はい、でもあのリギングの方はねしっかり、メガ長谷川していただきますんで、はい、今後とも僕のボートも含めよろしくお願いします、はいはい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。